これから私らもうなんだろう、ロケ芸人でいきましょう。まあそんなもんね。ロケ芸人。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。さらちゃん見てるくるぶしです。君のハートにダイブ。ちょもです。今俺ズームで切れたのかと思った。今日はですね、江東区はですね、亀戸にある有名なお弁当屋さん。亀戸にある有名なお弁当屋さんとな。はい、知っているぞ。知ってます。オリジン弁当だ。それどこにでもあるから。亀戸ですね、キッチンライブさんというね。知っているぞそれ。ツイッターとかで去年のコロナ禍の中、はい、ひときわぶっ飛んだ弁当を売り続けては、いいねリツイートを稼いでいた、あの弁当屋だな。ごめんね。まあちょっと言い方ですけど。コロナ禍にうなぎ弁当を配ってたりね。いや、もう、それは本当にすごい。感動した。マジで感動した。すごいよね。大食い系の YouTuber の方の間で結構ネタにされてるところで、1キロのお弁当があったり、なんか4キロのおにぎりがあったりとか。でもね、今もね、やっぱもう前来てるんですけど、早速、のれんに、挑戦者元1キロ弁当って書いてるもんね。総重量が1キロなのかな。どうなのね。楽しそうな匂いがするので、どんな弁当なのか見ていきたいと思います。それでは、レッツゴー。最初はグー、じゃんけんポン。俺から？じゃあお願いします。じゃあ先行はくるちゃんでお願いいたします。何がいいかな。おい、くるちゃんが買いに行きましたね。手に取っております。見てるな。手には一つお弁当を持ってるけど、お、決まったか。くるちゃんがお弁当を買って、はい。あのね、入った瞬間立ち尽くすよ。行ってきた。あのね、入った瞬間立ち尽くすよ。はい、行ってきました。ね、どうでした？あのね、とりあえず、ラー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 言葉にできない。ごめんね。本当にね、立ち尽くすよね。多いんだろうなって思っていくじゃないですか。なんか想像を超えてくるっていうか。そう。2000円、2500円の弁当とかがまず目の前にガンって広がってて。そう。A4 サイズぐらいの弁当のケースに、みっちみちに入ってるんだね。ほんで、いや、まあ2000円するしなって思いながら見てて、そうしたら、そのサイドには300円のめちゃくちゃコスパ良さそうなフライとかが入った普通のお弁当とかもあったりして。多くないやつね。そう。で、私はね、どうしようかなって悩んだ。マジで2500円のいこうかなって。絵的にも面白い。絵的にも面白いんですけど、いや、これはちょっとカロリーって思って、これにいたしました。ディディーン !1000円、うなぎ弁当。いやー、いいね。で、この厚さちょっと1000円のやつにしとこうと思って、これを持った時の瞬間の、多分同じこと思うから、一回これを持ってみてください。おお何これ重っ。これで1キロあんのかな。ビビらんこれ。あるでこれ1キロ。すげえ。大きさ的にはね、他のより。そうなんですよ。だから大きさ的に俺はこれぐらいなら食えるかなって思って持った瞬間に、あ、無理かなって。それは無理だね。めちゃくちゃ重い。すごいね。俺はですね、まあ、ここの典型的な1キロ弁当を買っとこうと思って、1000円のお弁当。なるほど。はい、こういう感じです。もうチャーシューから揚げ。すごい、見てこれ。これでね、1000円です。ああ、いや、すごいよね。これで1000円って。こんなみっちみちに入って。そう。でかいのよ、弁当箱が。ねえ。一応これ、同じやつ、嫁にも買って。食べきれない。嫁小食だよ。これ、ちょもちゃん4日ぐらいかかるんじゃない？いや、そうやね。マジで。今回はですね、まあこういうお弁当屋で買ったよという動画になるんですけど、次回の動画でちょっとこれを食べる動画を入れ込みたいと思いますので、楽しみにしておいてください。お味の方はどんなもんかと。今回はですね、キッチンダイブさんでお弁当買ってみましたでした。楽しいよ。うん、本当に楽しい。大人数で買ったら楽しい。コストコ気分で。本当にね、みんなで。ちゃってください。はい。それではありがとう。次は見てください。次で食べちゃうからね。お前も食べちゃう。はい、いいね。登録してくれるから。君がくれたのは消えない甘い香り。君がくれたのは消えない甘い香り。江東区は亀屋、